信探したぞ。ケンシロウか。ここへ何をしに来た。ユリアを返せ。ユリアだと忘れたのか、ケンシロウ。あの日のこと。お前の婚約者は俺のものになったんだよ。忘れたとは言わせんぞ。お前が俺に無様に切り刻まれ、血と涙を流しながら地面に這いつくばったあの日だ。お前は剣で俺に勝つこともできず、愛する女を守ることもできなかった。全ては甘ったれたお前の考えが招いた結果だ。その胸に傷を負った程度で死なずに済んだ理由を忘れたのか。お前を殺そうとする俺をユリアが止めたからだろう。俺に一生ついていきますと泣き叫びながらな。女に守られ生き延びた惨めな男よ。今なら見逃してやる。あの日地獄へ落ちたも同然の奴への最後の情けだ。言いたいことはそれだけか。何？俺は貴様に会うために地獄の底から這い戻った。もう一度俺に負けるために来たのか、バカな男だ。少しはやるようになったようだな。だが俺の本気の剣はお前には見切れん。今度こそ殺してやる。ユリアはどこにいる。俺はユリアの笑顔が見たくて全力で駆け抜けた。軍団を集め、町を作り、何も不自由がない生活をユリアに与えた。だが俺は最後まで
ユリアの心をつかむことができなかった。ユリアの中にはいつでもお前がいたからだ。だがユリアはもうこの世にいない。何？俺が欲しかったのは力でもマッチでもない、ユリアだ。俺とお前の戦いは永久に決着がつかないんだ。さらばだ、ケンシロウ。